こんばんは、日常演武です。本日はこちら、今話題になっている丸亀製麺のうドーナツ、カレー味ときび糖味を食べていきたいと思います。なんかいろいろ話題になってるみたいですね。うどんから作られたドーナツ、しかもうどん専門店の丸亀製麺とあればどんな味なの気になりますね。というわけで、まずはこっちはきび糖、こっちがカレー味ですね。粉の色からわかります。で、これお店で粉入れるんですよ。で、まあ、持ち帰りもできますし、お店の中で食べ物で結構話題になっているみたいですね。自分が行った店舗でもなんか一人3袋までしか買えないっていう制限が設けられていました。だからもう、しかもこう前に人並んでて、買えるかなでドキドキしてたんですけど、無事に買えてよかったです。早速まずはカレー味から食べていきますね。いただきます。うわー、これはすごいな。なんだろう、なんと言えない食感が、いや、食感って言っていいのかどうかも、なんだろう、なんて言ったらいいのかわからないけど、とにかくすごい、カレー屋じゃないわ、うどん屋さんのドーナツ、同じ小麦という点しか共通点はないように思ってたけど、俺は本当に、なんて言ったらいいんだろう。もっといろんな味で食べてみたくなるドーナツ。話題になるのも納得だな。もっといろんな味で食べてみたい。まあ3袋買えたので1つは何もつけずにというのはありなのかもしれないんですけど、やっぱり美味しいものは分け合わないというわけで、詳細についてはこの後さ。ごちそうさまでした。ちはどちらもふわっとしてるんですけど、うどんらしいコシのあるもっちり感もあって、なんか不思議な食感でしたね。ただのうどんでもなければドーナツでもない、なんだろう、いいとこ取りともまた違う、だろう、なんとも言えないような食感が噛んだ瞬間に感じられました。なんて言ったら、食べたことあるようなないような、言葉にするのが難しい食感と言えるかもしれません。で、それぞれの味なんですが、カレー味は結構スパイスが効いていて、ピリッの中が痺れてくるような辛みが一瞬感じられました。で、一方のきび糖は、優しい甘さと書かれている通り、口の中で包み込んでくれるような朗らかな気持ちの甘さがふわーっと広がっていって、それらが先ほどもお話したふわっともちっとした不思議な食感とともに楽しめて、こちらも美味しかったです。これは話題になるのも納得ですね。で、今回はどちらも味も統一しつけがたいので、両方とも5点とさせていただきます。また新作出てほしいです。絶対に食べに行きますから、丸亀製麺さん、生姜よろしくお願いします。さあ、短夜の朝は早いけりん、そうこの頃、確かに夏は夜短いですけど。というわけで、本日は今話題になっている丸亀製麺のうドーナツ2種類を食べ比べてみた動画でしたが、あなたも食べてみたいと思いました。多分限定品だと思いますし、個数制限もあるので、近くに丸亀製麺があるのであれば今すぐ走ってほしいです。この動画の視聴を中断してはさすがに困る。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。また次回の演目でお会いしましょう。演武終演。